どうも、宇宙ヤバイチャンネル中の人のキャベツです。今回は生まれたばかりの宇宙には質量が存在しなかったというテーマで動画をお送りしていきたいと思います。真空とヒックス場、質量とは一体何なのでしょうか。質量はマクロなレベルでは重力の原因となります。ミクロなレベルでは素粒子の加速しにくさを意味しています。相対性理論によると質量はエネルギーと同じものです。この世界にある様々な物質は質量を持っています。物質を分解していくと最終的に素粒子に行き着けます。質量は素粒子の属性の一つです。素粒子の種類によってその質量は異なってきます。例えば自然界の弱い力を伝える素粒子であるW 粒子というのがあるんですが、これはこちらの電子の16万倍くらいの質量を持っています。また光の粒子である光子というのは質量が0です。素粒子によって質量に違いがあるのはなぜでしょうか。1964年英国の物理学者ピーター・ヒックス博士らはこの謎を解明するために画期的な説を提唱しました。その仮説はヒックス機構というふうに言います。宇宙全体にヒックス場というものが広がっていて、それが物質に質量を与えているというのです。なぜヒックス場があると物質に質量が生まれるのでしょうか。例えばパーティー会場に多くの人がいるとしましょう。そこに有名人が入ってくるとサインを求めて人が群れるので動きにくくなります。一方、普通の人の場合は誰もやってこないので自由に動き回ることができます。ヒックス場というのはこのパーティー会場のようなものです。ヒックス場と強く作用し合う素粒子は強い力をかけないと加速したり減速したりしません。ヒックス場をほとんど感知しない素粒子はほんの少しの力で加速したり減速したりします。この宇宙全体に広がるヒックス場がないとどうなるでしょうか。原子の中の電子が高速で飛び出してしまうため原子が崩壊してしまいます。陽子が中性子に変化して原子核もバラバラになってしまいます。ヒックス場の理論には日本の湯川秀樹博士が週刊誌を理論的に予言した時のアイデアが応用されています。ヒックス場と素粒子の間に働く力は湯川博士の名にちなんで湯川相互作用というふうに呼ばれています。ヒックス場の急変が原子を生み出した。宇宙誕生直後にはヒックス場が機能していませんでした。そのため素粒子はヒックス場の影響を受けることなく、あらゆる素粒子が自然界の最高速度である高速で飛び交っていました。高温高圧の状態の宇宙が冷えていく中で、ある時ヒックス場の状態が一変、様々な素粒子と相互作用を行うようになったのです。このような状態の変化を真空の相転移というふうに呼びます。相転移とは水が液体から固体になるように環境によって状態が変わることを言います。真空の相転移の後の宇宙では電子などの素粒子が質量を獲得しました。宇宙誕生から38万年ほど経つと宇宙の膨張によりさらに温度が下がり、水素やヘリウムなどの原子が形成されるようになりました。宇宙に原子が誕生したのは遡るとヒックス場の激変があったからだというふうにも言えるでしょう。ヒックス場の存在が実証された。闇夜にいるカラスは目では見分けることができません。しかし例えば石を投げてカラスに当てると鳴き声や羽の音でカラスがいることがわかります。それではヒックス場があることはどのようにして実証すればいいのでしょうか。それはヒックス機構で存在が予測されているヒックス粒子を見つければよいのです。このヒックス粒子は先ほどの例えの闇夜のカラスの鳴き声や羽の音のようなものです。2012年、スイスのジュネーブにある LHC 大型ハドロン衝突型加速器
という巨大装置で新しい粒子が発見されました。2013年、この粒子がヒッグス粒子であると断定されたのです。実験では加速器で陽子を高速近くまで加速し、陽子同士を正面衝突させました。こうしてエネルギーを一点に集中させることで真空からヒッグス粒子を叩き出したのです。量子力学では素粒子は場の振動、すなわち波として捉えることができます。ヒッグス場の波は電磁波であり、これは光子です。ヒッグス場の波の粒子はヒッグス粒子として観測されます。ヒッグス場を激しく振動させると、ヒッグス場に生じた波がエネルギーの集まりとして放出されます。これがヒッグス粒子というものです。1970年代に完成した素粒子物理学の標準理論では、17種類の素粒子の存在が予言されていました。その後、実験技術の進歩により、次々と実際に素粒子が発見されました。2000年に16種類目のタウニュートリノという素粒子が発見され、残るは最後の17種類目であるヒッグス粒子だけになっていました。ヒッグス粒子が見つかったことで、最後のピースが揃い、素粒子の標準理論で予言されていた粒子が全て発見されたのです。しかし、素粒子によってそれぞれヒッグス場の感じ方が違う理由はまだ分かっていません。標準理論では、物質の粒子の質量が今の値である必然性は全くありません。質量の値を変えても理論は破綻しません。現在の理論によると、どんな値でも設定できてしまうのです。将来的には、素粒子の質量の値を導く、もっと深い理論が発見されるのかもしれません。今後の研究に期待したいですね。はい、ということで、今回の動画は以上になります。この宇宙ヤバイチャンネルでは、こういった宇宙系の動画を普段から投稿するので、ぜひ宇宙に興味がある方は、チャンネル登録をお願いします。それでは、中の人のキャベツでした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。こちらの動画の最後に、姉妹チャンネルである科学ヤバイチャンネルの宣伝をさせていただきたいと思います。宇宙ヤバイチャンネルでは、普段から宇宙に特化して動画をお送りしているんですけど、科学ヤバイチャンネルでは、より広く科学全般のネタを提供しています。科学ヤバイチャンネルでは、こういったアニメーションを用いて動画を制作しています。そして、宇宙ヤバイチャンネルがメインなので、こちらの投稿頻度を下げないために、科学ヤバイチャンネルでは、僕、キャベチ監修のもとで、優秀な友人2人に協力してもらって、3人で動画制作を行っています。とても楽しいコンテンツとなっているので、今再生中の動画の概要欄から、ぜひ、科学ヤバイチャンネルの方も足を運んで見ていただけると嬉しいです。